完成形というか、こういう最終的にはこういうふうになると。そうですね、もっと良くなるんですけどね。とりあえず、まあ、形はいくらか見えてきてる。なるほど、はい、小さいの取り木をかけて、うん、取り木をかけてこれで3年目ぐらい。取り木をかけて呼び継ぎっていいんですか、ね、呼び継ぎっていうんですよね。呼び継ぎをして、うんうん、でまたそこから小さく刈り込んでいってこれになると。そうです、3年、はい、3年かけて、うん、すごいね。普通のものだと3年じゃできないですからね。そうですね。これなんかはこんだけ2センチか3センチでしょ、うんうん、それで木の樹形がちゃんと1,2,3 という樹形が整ってる、はいはい、こういうのはなかなかないんですよ。うん、で作ってる最中でちょっと枝の足らないものなんかはこうやって作ってる最中で、ここで足してるんですか。うん、ここで足してる。すごいな。ちゃんと枝がこのサイズであるべきところにあるっていうのは、空間が3センチとか5センチ、その中であるべきところに枝があるっていうのはなかなかできないんですよ、はい、その空間が集約されてるから、はいはい、なかなかやっぱ手間がすごいかかってるんですね。そうなんです。だからこれ作るのにこういうものを整理して、ほうほう、それでこういう風になってくる。これついて、あ、本当だ、これをついて、それで1年経つとこれが切り離せる、うまくいってね。こういうのは整理してこういう風になってくる。ついたのは去年やってついたやつがここ通して1年ね、これ活着してくっついた。ほうほうこっからここに通ってるわけ。これはぐーっと来てここへ来てるわけで、ここへ来てるっていうことは、この太いのを切るときにここへついてあって、これ活着してれば太いのを切っても焼けないわけ。焼けるっていうのは、うん、ハンペラがこの枯れちゃうとかさ、そういうことを止めるためにこういうところについてる。なるほど、うん、こういうことをできなかったものがこういうふうになってるわけ、うん、1年後にはついて切り戻したりなんかして、なるほど、作ってる。でこれをまた刈り込んでってちっちゃくすると、うん、そう、へー、これが舞姫で、これが取り木です。はい、取り木かけて今年忙しくて取れなかった。なるほど、うん、でこれを取って1年置いたものがそこにあるわけ。ほうほうほう。1年ないし2年ですね。舞姫は実にこういう小さいものを作るのに多少はいいし丈夫だし、紅葉とか石化が、石化っていうのは葉と葉の間隔ね、はい、狭いから商品ミニには作りやすいです。うんうんうん、で取り木かけるとこうやって根の下ろしもねすごくいいんですよ。どういうふうにあの枝をついていくか、はい、やりましょうか。はい、まず普通にあの剪定をする、はい、剪定の仕方、本当はもうちょっと 遅くてもいいんですけどね、いろんな用事の関係上今年は今やっちゃう去年のものでついたりなんかしてあるんですよ、はい、で今年これからの作業なんですけど、ここに枝、太いのがあるんですよね、この枝、はい、でよく見るとここに目つぼがあるんですよ。目つぼっていうのは目当たり、うんうん、目当たりがあるんで、このサイズで1センチぐらいの間隔というのはもう良くないんですよ。この葉と元の間がまっすぐでしょ、うんうん、1センチぐらいまっすぐなところがあるからそれは良くないので、こっちの目つぼで作るようにするんですよ、はい、でこれ取るんです。こういうのもこれ弱いですけど一応これを使っていくんですよ。これを、はいはい、節が、はい、間延びしてるのを切っていくみたいな、はい、そうです、そういうことです。すごくあの小さいものですから、はい、5ミリでもちょっと長いかな、言い過ぎかな。例えばこれここで切ってあるでしょ、はい、これあのこの辺に芽が欲しいんですよ。そうですね。で上こんだけ伸びてたのが、うん、軽くすることによってこういうところに芽つぼが浮いてくるんですね、はいはい、来年の春までに、はい、ですからこれを葉を少なくするんですね、うんうん、そうするとここに芽つぼがくる。で今年の作業はこれで一応終わりです。終わり。これは剪定だけね、はい、うんうん、で来年は本鉢っていうのはあの光った鉢向こうにありますよね、はい、ああいう鉢にもう植えちゃいます、うんうん、この今伸びてる上の部分は切ると。そうです、はい、
でこの結果いいところに吹かなかったこととかそういうことがありますから、そういうのはまた来年植えながら、盆栽っていうのは消去法ですから、悪いところは取って、あまり枝がないところは足していく。なるほど。こういうのも去年ついたものなんですよ。はいはい。あ、ついたんですね。うん、これついてあるんですよ。でここに葉っぱがあるから、ここに葉っぱがあるから、ここに芽つぼが来るんですね。でこういう枝を、芽つぼを来年やばいうちにこう針金でこうかけて作るんです。3センチぐらいで出来上がる。3センチ、うん、大きくても3センチ切ってちっちゃい、はい、でこの粘り見てくださいよ、この粘り、すごいでしょ。すごいですよ、全部粘りが、こういう。これは取り木をかけて、太いだけにここからここまで枝なかったんですよね。でこれを継ぎました、この枝を、継ぐのにも一番肝心なのは通すんですよね。枝をこうぐるっと回して通すんです、はいはい、でここに5ミリぐらいのその芽つぼとこの面の間が5ミリぐらい開かしていくんですよ、そうすると肉がぐーっと上へ上がってきて、こういう芽が残るんですよね。でこの芽を使うんです。この上は使いたいんだけど使わないで、それが味噌なんです。その5ミリぐらい上に芽つぼを残して摘むというのは、いわゆる芽を幹につけたのと同じような作用が働くんですよね、これがほら活着しても幹にこう芽つぼが出たような、芽つぼってあんまり聞き慣れない言葉なんですか。芽つぼというのはいわゆるこういう葉っぱの元にあるこれのこと、ところ、はい、でこれはもう芽は確実に吹くんですけど、枝の元に退化しちゃった芽つぼがあるんですよ、はいはい、なかなかここからは出ないんですけど、枝をいじめることによって苦しくてこういうところに芽が浮いてきたりなんかするんですね。なるほど。そういうのをうまく利用して作るんです、歯切りとかそう歯がりとかして、はい、そうです、芽が吹くみたいな、そうです、ことですね。でこれは一度にこれ切れないので、半分切って残しておく、半分のこぎりでこう切りましてね、はいはい、残しておく。そうするとほら一時的に少し巻くじゃない、はいはい、皮肉が、V 字、はい、で全部切らないで3分の1ぐらい残しておくんですよね、はいはい、幹がカルスがかぶって巻くでしょ、はいはい、その巻いた時にこのまま切ったままだとやっぱり自然らしくないので、巻き切った時を想定して削ってあるんです。滑らかに、はい、どういうふうに皮が巻いたら木の形が良くなるか。あれですか、幹の形状の見た目を良くするために、まあ、そうです、削ったと、はい、おいや見たことないいやみんなやってますよ。はい、こういうのっていうのはすぐには結果出ないんだよ、いやもちろんです、もちろんです、だけどこういうのこういうのを動画でやっていけばどっかでこれつながってくるから、はいはい、これどのぐらいで外せるんですか、外せるっていうか巻いてくるんですか、ね、うん、来年にはこれ全部巻いちゃうと思う。あ、本当ですか、1年で、ええ、これで作業終わりです。これ継ぎ木、継ぎ木、ここに今開けた穴の中にこれを通すんですよ、はい、うんうん、あれは貫通してるんですか。貫通してるんです。芽を保護するためにこれは継ぎ木用のテープで、
こうやるとこの穴を通すときにどうしても目を痛めるんでね。なるほど、はい、今貫通しました。爪楊枝は何なんですか。ここに 目があるでしょ、ええ、この目を5ミリぐらいあの上上げるっていうことを言ったと思うんですけど、うんうん、この感覚なんですよ、ここ、はいはい、これでも止まるんですよ。ちょっとあまりよくわからなかった。あなた。どうしてもドリルですから、はい、隙間があるんですよ。はいはい、それで緩いですから動いたりなんかしないようにこの爪楊枝で止めてるんです。固定するために、はい、爪楊枝を隙間に、はい、これをねこうやって、うんうん、固定するためにこうやってやるわけですよ。はいはい、でこれで止まっちゃう。あでこれ入ってるんですね。入ってるんです。でこれはこのまま残しといてこの木に同化されちゃいますから。そうなんですね。はい、それで水が入らないようにこのカットパスタでこの穴の周りを止める、はい、水が入らないように防御するわけですね。呼び継ぎする枝自体に切れ目とか入れてないですよね。入れてないです。そのままで大丈夫なんですね。はい、葉っぱだけ取って。へえ。カットパスタがこの目のところにかぶると、うんうん、この目が吹かなくなっちゃうんですよ、はいはい、だからこれ目につかないよ、ね、つかないよ。でライハルこういうところから葉っぱがこう出ますよね、はいはい、葉っぱが出たらここで切っちゃうんです。そうするとこの目が2つに分かれますから、はい、1本の木よりも2本の枝でこう伸びた方が早く太るので、うんうん、はい、そういう作業をするんですね。面白いな。まあ業者の方はみんなこういうことをやってます。やってるんですか。でもミニの業者って別にそんなにないですよね、全国に。うん、数えるぐらいですよね。数えるほどですよね。あ、う、あ、ん、希少だ。これで出来上がり。はい。次木ですね。はい。で、これ枝切るときにね、これを切っちゃうことだって。間違えて。間違えてる。あっと思った時はもう終わりだ。終わり。ちなみに継ぎ木って時期はあるんですか。うん、ね、6月で、まあ、葉っぱが固まった頃と、うんうん、それから今頃と。9月の後半から10月の、うん、今頃で葉っぱがこれ落ちると今度水吹いちゃうからできなくなっちゃうんですよ、ね、うーん、冬はできないってことですね。できないことはないんだけど、はいはい、多少木のほら水が吹くと木の樹勢が落ちちゃうので。なるほど。あまりやんない方がいいかもしれない。関節ほら、はい、こういう風に短いんですよ、うんうん、舞姫はね、はい、ミニにはもう最適の樹種ですよ、うん、こことここの間に目つぼがないので、はい、ここへ継ぐんですよ。もう一歩行くんですか。うん、裏枝をつけなくていう場合さ、はい、この穴とこっちの穴は交差しないように。そうですよね、うん、当たっちゃいそう。これをこの数やってたら一日あっという間に終わっちゃいそうですね。そうなんだ。
2箇所。はい、2箇所。うーん、本当はここにも来たいんだけど、そうすると穴が開きすぎちゃうんで。そうですね、はい、これをできましたので。ああ、道具で。道具です。あんまり使わないと思いますけど、なんかどっか出かけるときとか使ってもらえればと。はい、ありがとうございます。ありますあれからどうですか、売れました？こうやって100個ぐらい売れてます。100個ぐらい売れてんの？じゃあ出したもんね。これだけは調子いいんですよ。どう商品じゃん。そうなんですよ。だからこれから発送していかなきゃいけないんで。あ、これを自分で。大変だ。で、ここに入るんだ。はい、見せてもらっていいですか？どうぞどうぞ。うん、ああ、いいね。自分で作ったの？そうですね。もう僕塗ってないですけど、うん、一応オリジナル商品。うーん、結構なんか深さとか、うん、いろいろちゃんと測って、うん、こだわって。ハサミ、こっちに刃が入るわけですね。そうですね。一応ここも、40になってるのかな。うん、結構そうですね。20っていうのかな、これ、うん、20か。これなら出ないもんね。うん、そうですね。今のところあの周りの人に使ってもらって、うん、あの不満は出てないんで、うん、これ売れるかもしれないね。あのもうお世話になってますので、ぜひ何かで使ってもらえれば。 ありがとうございます、はい、10月23、24日から大宮駅徒歩1分丸々東日本にて、大宮が盆栽の街って知ってた、大宮盆栽村 in 丸々東日本を開催します。盆栽村各園全部の園が参加するイベントとなっておりますので、ぜひお越しください。ね、言います。お求めやすい盆栽から本格盆栽の販売、植え替え体験、23日24日で、やる内容がかかってくるんですけど、23日は私が盆栽の改作のパフォーマンスのデモンストレーションをやります。で、その後大宮ルディージャベントスの、2選手による、植え替えの体験があります。あと24日事前 PR にもありました、吉本芸人の方によるお笑いライブと盆栽対決があります。ライブ参加者、盆栽対決参加者には盆栽美術館の招待券と、うん、抽選で盆栽サコッシュを、プレゼントします。サインがもらえたらもらえます。はい、もらえます。さいたま市から盆栽のおチョコとピンバッジ、センスなどのノベルティを無料で配布する予定です。はい、だいぶいいものになってると思います。あと埼玉県の、地酒、お土産等の販売も行っておりますので、この際にですね、埼玉市の魅力を発見していただけたらなと思います。はい、はい、じゃあなんだ、ぜひ、はい、皆様お越しください。はい、お越しください。ありがとうございます。ありがとうございました。